高校野球優勝してほしい。拓大紅陵に敗れたチームの思いは、頭を下げる拓大紅陵ナイン。拡大写真。千葉元硬式野球部員の少年3人が売春防止法違反容疑で逮捕された拓大紅陵は17日全国高校野球選手権大会千葉大会3回戦袖ヶ浦球場で千葉東を 8-0 で破り4回戦進出を決めた。G 草は19日に B シードの強豪習志野と対戦する。試合は序盤投手戦の展開に。両先発投手とも好投を続け4回まで両チームとも無安打。均衡が敗れたのは5回拓大紅陵は佐野が死球で出塁すると2投に成功。その後に永井が三塁打を放って1点を先制した。続く水島も安打を放ち、この回に得点。その後も得点を重ね、計8得点で快勝した。試合後、拓大紅陵の沢村史郎監督は、この度はご迷惑をおかけして申し訳ありませんでした、と再度の謝罪。その横には千葉県高野連の役員が待機する異例の厳戒態勢の中取材が行われた。試合について沢村監督は前半は千葉東の阿部君の立ち上がりが予想以上によく球数を稼ぐよう指示しました。後半の大量得点についてはうちが色々あった中で選手たちは落ち着いてやってくれました。よくやってくれたと思いますとナインを称えた。一方の千葉東のメッシ清達也監督は5回までは予想通りの展開。阿部もいい投球を見せてくれました。ただ後半は小さなミスなどから拓大紅陵に攻め込まれてしまいました。その後半の内容についてはあちら拓大紅陵は色々と大変な中こちらの隙を見逃さなかった。その集中力はさすがですね。佐藤大輔主将も拓大紅陵は走攻守揃ったチーム。このまま習志野も倒して優勝してほしいです、とエールを送った。今大会中に処分の可能性がある異常な状況下での対戦とあって拓大紅陵ナイン対戦相手ナイン双方に様々な思いがあるよう。今回の事件について高野連は11日に報告書を受け取ったが審議を行うには材料が少ないため学校側は再報告を行った。